ケースをね軽視しないでほしいですよ。感染を起こすっていうのが一番問題なんですよね。緑膿菌みたいなね病原性の高い菌っていうのは増殖がすごい早いですから。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。あがみんです。よろしくお願いします。先生、私はこのチャンネルを通してワンデーに変えたんですけど、うん、見ている皆さんは2ウィークを使われている方も中にはいると思うんですね。そうした皆さんやっぱり洗浄液のこととかコンタクトケースのこととかまだまだ気になってると思うんで、もう少し詳しく聞けたらいいなと思うんですけど、うんうん、そうですね、まあ、気にしてほしいですよね。どうしても2ウィーク使ってる方はね、今後長く2ウィークを使い続けるっていう人はちょっとね考えを変えてもらいたいなとは思います。うん、やっぱりね自分の目何より大切でしょ。洗浄液とかケースとか結構お金実はかかるんですよ本当は使うとね、うん、コストをいろいろ考えるとねそれほど2ウィークがねアドバンテージがあるとはあんま思えないんですよね。だからまあ前提としてねいずれワンデーに変えるっていうことで、それまでの間2ウィークでねまだ在庫たくさんあるとかそういう方のためにね、うん、ちょっとお話ししますかね。はい、うん、お願いします。ケースをね軽視しないでほしいですよ。なぜかというとねケースがいろんな問題を引き起こしていることがすごく多いんですよね。病原体つまり感染を起こすっていうのが一番問題なんですよね。で他のね症状っていうのはコンタクトレンズやめたりちょっと目薬すれば元に戻ることが多いんですけど、感染が起こっちゃうと取り返しがつかないことになるということが多いわけですよ。緑膿菌っていうね、まあ、非常に増殖が早くてたちの悪い病原性の高いばい菌っていうのが、まあ、水回りに結構いるんですけどね、その感染した人の目ってこうなっちゃうんですよっていう、うわーでっかいのがこうあってね、これ全部菌の塊ですからね。菌の塊ですか。そうです。結局普段生活しててそのばい菌なんてねそこら中にいるわけですよ。病原性が低い細菌っていうのはもうこんなところにもこんなところにもたくさんいるわけですね。こんなところにもね、そういうのがねちょこっと入ってきてもすぐ自分の免疫でやっつけちゃうからこれ問題ないんですよ。ところがねある程度の数が入ってきたり病原性の高い細菌が入ってきたり、まあ細菌に限らないんですけどね、病原体が入ってくると免疫が普通の状態では太刀打ちできなくて感染して問題が大きくなるということなわけですね。じゃあそういつらどっから来るかっていうとケースが多いじゃん。ケースが多いですね。ケースですか、うん、ケースが普段ね、はい、どれくらい取り替えてたの。いやだから逆に余りすぎて困ってたんですよそうだよね、そういう人多いと思うんですよ、はい、そうって違います。どれくらい余ってるんですかね。こう数えきれない、だから1月2月ぐらいにだんだんなんかこう重なってきて、1つのケース 2,3 ヶ月使ってたこととか結構ありますよ。あ、何ヶ月に1回ぐらい洗浄液が買うんですかね。洗浄液はだいたい1ヶ月か2ヶ月おきぐらいに買ってた気がしますね。本当にケースは余ってて洗浄液1本につき1個ついてたんですけど、そんなになんか1本なくなったから1個変えようとかっていうのは全然思ってなくてコンタクトのために2つ予備ぐらいについてるのかなって思ってました、うん、予備じゃないです。これは交換してくださいってことです。まあ、それはまずいんですよね。とにかくねもっと頻繁に変えてほしいぐらいです本当にね、うん、なぜケースがいけないかって話ですよ。これねケースの内側表面ベトベト、なんかネチョネチョってしてるでしょ、はい、ちょっと黄色っぽいしデコボコあるしね、うん、でこういうところにいろんなものがたくさんいるわけですよ。でこういうのが知らず知らずのうちにどんどん入ってはここで増えちゃうわけですよね。例えば細菌の中にはね自分で自分の身を守るためにバイオフィルムっていうのを作る細菌がたくさんいるんですね。バイオって生物っていうでしょ。生物が作るフィルムのことなんですね。生物が作るフィルムって何だか分かります？分かんないです。身を守るため、そうフィルムを作っちゃうんですねそのままそう、はい、フィルムっていうのはね何かっていうとね体の表面を覆う分厚いサランラップみたいなもんだと思ってくれればいいんですけど、うん、自分の体を覆っちゃうわけですよ。代謝を普通に続けてるとね栄養がないからそのうち死んじゃうでしょ。代謝を止めるんですよ細菌は。死んだようにじっとしてるわけです。外側はそういうバイオフィルムで包まれてるから殺菌剤だとかね抗生物質だとかそういうものがね中に入りにくいわけです。そのいろんなお薬っていうのはね抗生物質とかね細菌が増える時に効くんですよ。代謝が止まっちゃうとね抗生物質とかそういうものは効かないんですよ。増えはしないんだけどそこでじっとしてるわけです。バイオフィルムの写真も見せますけどこう長っぽい細菌がここにいるんですけど、うん、長っぽい細菌丸出しのところもあれば周りねベト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 いろんなものくっついて中に薬が入っていかないしベトベトしてるからねケースにくっついちゃうと、うん、ちょっとずつ取れないですよ。
でそういう状態が続くわけですね。何週間もそのケースを変えないと。で毎日毎日そこへレンズをね入れてるわけじゃないですか。ただポチャって入れてる人もいるしね、うん、洗浄液すらもったいないから変えずに前の日に残ってる洗浄液の真っ赤にそこ入れたりするわけですよね、うん、でしょだからそういうことやってるとどんどん汚くなるわけじゃないですか。バイオフィルムでベタベタにくっつきやすいような細菌がバイオフィルムと一緒にレンズにくっつくわけです。それを今度目に入れちゃうとですよ、あったかくていい気持ちになってね細菌が、はい、そして栄養もたくさんある、涙の中栄養だらけですからね、急に代謝を始める、活動を始めるわけですね、うん、それでね緑膿菌みたいなね病原性の高い菌っていうのは増殖がすごい早いですから、あっという間に増殖して角膜をどんどん溶かしてね穴開けちゃったりするわけですよ。まあそういうことがあってね、はい、まあ、緑膿菌とかね水回りに多い菌ですから本当危ないですねこういうのは。まあ、アメーバも結構いいんですよね。いい。アメーバっていうのは細菌よりもずっと大きいんですけどね、うん、顕微鏡じゃなきゃ見えないけど、まあ、動き回ってるわけですよこうやって。アメーバだからね、で動き回ってる時は食べ物が周りにある時なんですよ、うん、ね、餌がなくなっちゃうとね、動いてるとエネルギー使うでしょ、だから動かなくなってね、うん、動かない状態が続くとですね、まあ、丸くなって外側にね殻を作って殻の中にこもるんですよ、外から攻撃されても死なないようにね、で中でじーっとしてるわけです。でそういう状態のところに液も変えずポチャってレンズを入れるね、そうするとそのうちそこへくっついて目に入るとあったかいし栄養がたくさんあるんで、そこで角膜を壊し始めるわけですね。でね、特にアカンタメーバはね診断が難しいんですよ、うん、そうなんですか。あんまり特徴がないんですよね。でさらに効く薬がほとんどないんですよ。だからね本当にアメーバ感染するとね手こずるんですね。であとはねその他にもねカビとかね、これもやっぱり病原体になるんですよね。カビはねゆっくりだからね、また別の意味で立ちが悪いんですよね。痛くもないし目も赤くないしと思ってるうちにだんだん広がってきてね、なんかちょっと痛くなってきたとか充血してきたとかってね、それで眼科に来るわけですけど、はい、眼科に来てもカビの場合はね薬が効きにくいんですね。そうなんですか、うん、だからねケースがね、はい、悪の温床になってるわけですよ。そういうことですよね。だから洗浄液にくっついてるケースは予備じゃないから、はい、もう変えてくださいね。本当はね、はい、もう一つの洗浄液に 2,3 個つけてほしいぐらい。そんなにですか。そうですそうですそうです。そんなこと言ったらいっぱい余ってる私やばかったじゃないですか。そうですよ。持ってるものは皆さん使い切ってください。そうだからね、ケースはとても大事なんですね。まあ、ですからね、ワンデータイプに変更予定の方、まだ在庫が残っているような方はね、ケースは買ってでも変えてくださいね。使い方きっちり守ってね、私たちがこんなにしつこく言うにはね、それなりの理由があるし、悲惨な目に遭ってしまってね、後悔してもね、しょうがないですよ。そっちの目はもう元に戻りませんからね。後悔する前に正しい考え方を入れてもらってね、それを実際にやってほしいなと思うんですね。はい。うん、病気を諦めない、年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。どうですか今日のね、ケースとか病原体に関する話でしたけど、まあ、あなたの目を守るためにね役に立ったと思ったら、いいねマークとチャンネル登録をお願いしますね。ベルマークを押していただくと動画がアップされるとお知らせがいきます。ベルマークはチャンネル登録をすると出ますので、ぜひよろしくお願いします。それじゃあまたね。